どうも皆さん、こんにちは。タイコンサートです。ちょっとね、メガネをこれからかけるんで、ちょっと少々お待ちください。いやー、今日がね、消化エネルギーレベル2か3ぐらいだと思うんですけど、まあ、今仕事から帰ってきて、まあちょっとコーヒー飲みながら一服家でゆっくりしてるところなんですけれども、まあなんだかんだね、昨日は秋の夜散歩、昭和記念公園のねツアーなんかにも結局行けずに、まあ、終わりまして、まあ残念な思いをしたんでね。で、今日ももしやってるようであれば今日こそはっていう感じですかね。もうちょっとこう時間がこう早めのこう昼間とかの日中の時間帯だったら、なんかもう今すぐでも行こうかなっていう感じなんですけど、まあ、夜遅いんでね、一人でこう誰ともこう一緒になることなく行くなんていうのは、またこう無料のイベントか、または有料のイベントだとすると、まあ行くのもまあちょっと引くっていうのもまあ分かるところなんですよね。それこそ普段はまあ閉まってる時間帯のそういう開演ですから、まあ分かりますよね。冬のそういう寒い時期に差し掛かってる中でわざわざ行く必要性があるのかとか、そういうところとか、考えちゃうのは普通のことだというふうに思いますし、あと自転車置き場の問題っていうのもあるんでね、本当に順調にそんなに行けるかっていうところとか考えちゃうと思うからね。で、まあ、僕なんかもね、そのやっぱりその美味しいものを食べた方が調子がいいんだなっていう、そういう感じがあります。もちろんインスタントラーメンなんかも美味しくて皆さんもよく食べると思いますけれども、やっぱりね、生ものがやっぱり一番体にいいですね。その生野菜とか、あとはその野菜炒めとか、あとはそのインスタント食品ではない普通の、例えば牛丼でもいいし、何でもそうなんですけど、なるべくもう最悪ファーストフードでもいいから、いいものを食べた方がいいなって感じがします。なんかこう昔のそういう古いもの、インスタントとかそういうものじゃなくて、もっとこう生きた感じというか、そういったものをちゃんといただける感覚っていうのが大事ですよね。そうじゃないと、なんかこう免疫がなんかやられて一生こうメンタル疾患が治らないような、そういう悪いループに入りそうな感じがしてしまうので、いろんな意味でちゃんとこう食べなきゃ命続かないですしっていう、そういうこともあるようにね、なるべくこうお金があるんだったらいいものを食べた方がいいよねっていう、そういうところですかね。お金がなくてもなるべく食べ物にはちゃんとしっかりお金をなんていうか、惜しまず使えるような、そういうところが重要ですかね。そういうふうにしていく必要性がある理由として、なんか これは大丈夫だと思ってた、そういうことが後々からまた不安になったなと思い返しちゃうとか、そういうことになりかねないからこそ、やっぱりしっかりとこうなんていうか、
考え事を空気を気にしすぎないためにやっぱりいいものを食べてしっかり元気づけるっていうそういう必要性がありますかね。うん、そういう意味において、僕の友達の方が普段からねしっかり食事を意識して、ね、あの自分で作ったりねいろんなところを食べに行くっていうそういうのはもうほんと模範的なところでね、僕自身が長い間ずっと経験できなかったことですから、ぜひ皆さんはそういう食べ物っていうものをいいものにするっていう意識をねぜひ持ってほしいなと思います。うん、今日も僕なんか昨日行ったベジローにもう一回行くつもりです。はい、でまあ夜はねテイクアウトのウーバーイーツをもう一回頼んでみたりとかするつもりなんですけれども、まあよく考えてみたらそれもいい食べ物って言ってもね普通の範囲だと思いますから、ぜひそういうのもねあのお金を惜しまず使えればいいと思います。うん、ビジルフっていうところはね、ほんと美味しいんですが、そこね野菜炒めをメインにした、まあ、スープとライス付きのメニューがまあ食べられるいいお店が、まあ、栽培町からちょっと離れたところに行くとあるんですけれども、あとそこの近くにはね、すき家もあってね、で、どっちに行こうかななんて悩んでるうちに僕はベジローに入るっていうそういう感じなんです。うん、でもまあ、あの今日はすき家にしてもいいかなとか思いますけれども、そのスキヤはいつも入ってるんで、ね、僕も普段からだからベジローっていうのがいいかなっていう感じで、まあベジローって言ってもね、あの一見そのラーメン屋さんに見えてただのその野菜炒めのお店ですからラーメンではないっていうところがまたこうヘルシーでいいかなって思います。うん、でもその写真をねこの動画の最初の方にあの撮ったものを載せてるんですけど、あのお店ですよ。最近新しくできたお店っぽくてね、あの本当店内も綺麗でね、うん、すごくあの店員さんもいい感じでね、で近くにはなんか新しくできたドラッグストアなんかもあって、で今後またそういうところもリニューアルしてこうオープンするところなんで、ぜひそういうのを見て回ってほしいなって思いますし、まあ幸い町もね、結構商業が盛んな町だというふうに思いますので、ここに来た方々がこう楽しめるようなそういうお店がいっぱいあってね、なんていうか面白い町なんで、ぜひあのなんて言うんだろうな、立川の錦町に負けないそんな幸い町とか柏町の魅力っていうものをぜひ堪能してもらって、で持って帰っていただければいいなっていうふうに思いますけれども、そういう思い出とかねそういうのをねなんか昔会えればいいかなと思いますけれどもね。うん、割とこうカジュアルな感じなんですけど楽しい雰囲気は存分に感じられるかなっていうふうに思いますんで、まあ、ではこの辺で動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。タイゴンズブログでした。ではまた。